はい、中上級のですね、労働基準法の今日は、第1回目ということになります。ちょっとスケジュール表を確認いたしますけども、ひゅーっと元に戻したいなと思います。今年金キーパーというのが、一通り終わられた方がで終わって、で労基法で過去問の解き方というのが昨日土曜日2回行う、これも収録しております。そして今日が労基のいよいよ開講の本論編というところに入ってまいります。これから皆さんと長いお付き合いで4月の19日からのスケジュール表はずっと続いております。そして中上級の皆さんにとってこの講義というのはどういうことを目的にこう私が組み立てるかといいますと、中上級の大多数の方はですね、昔から再受験生 の方は、面談とかすると今年こそ全部やりますっていう、お話をよく聞きます。意気込みですね。いや先生もう今年点が取れなかったんだけど、もう絶対徹底して年金をもう私やっつけちゃいますとかね、もうそういうものすごいことをみんなそう思うんですよ。私も受験生の時そう思いましたから。でそれはできません。それよりも今まで一回今年の試験で点取ってます、38点とか40点とか、その点もちろん多少は適当についてね、 A かな B かなんかよく分かんないけど、あ偶然合っちゃったという点もあるかも分かんないけど、それでも点は取ってるんです。それプラスの今回来週発表があるんで44、5、3、そのぐらいかなとまだ分かんないからね。来週発表が、今収録している段階ではまだ合格発表がないんで、来週発表がで、それを見た時に足らなかった点数、その足らなかった点数をしっかり取るという勉強をすれば、最初1回か2回か受験をされた方が、やっぱり点が伸びていくんですよ。点が伸びていく。でたまたまですけどね、全国の方昨日ね、ちょっと私今回少し入院とかあったんで非常にご迷惑かけました。でも嬉しかったですよ。北海道の方これ聞いてらっしゃると思うし、昨日は昨日で山梨の長野の方がお見えになりました。はい、それからあと新潟の方、全国本部の方にもなんか問い合わせがあったということで、こんな親父の会話をね、講義を、全国の方結構聞いてくれてるんだなと思って、私改めてちょっと原点に戻って講義を進めていきます。これがずっとそうします。原点っていうのはね、妙なマニアックのところに行かないで、当たり前のことをしっかり当たり前で理解しようというやつです。そういう授業を展開するつもりです。あんまこうなんかこうイレギュラーなね、これでもかこれでもかみたいな判例オタクみたいにグワーッと行っちゃったりね、法律ばっかりこう細かいとこ行っちゃうと面白いかも分かんないけど点につながるかどうか分かんない。だからあくまでもこうやっぱ本試験で点を数を取って合格点を取るのがこのクラスの目的です。だから昨年皆さんが受けられた点数をもう一度見ていただいて、それにあと5点だな、あと6点だな、その作業をずっと一緒にやりましょう。だから労基の基準法を徹底的なんだって4回の講義です。これ本当に徹底的にやるんだったらどれぐらいの回数が必要なんでしょう。20回はいりますよこれ、もし徹底的になるんだったら。例えば判例から通達から細かい施工規則から年少者規則からそんなもんやってたら20回当たって足りるかどうか分かりませんよ。だって学者さんがいるんですよ、そういう専門の学者さん、労働法の先生たちがいっぱいいるんだからね。私たちは受験勉強として7点の中の5点取りに行く、そういう受験勉強をするとある程度絞れてきます。ちょっと結論から言っておきますね。労基法はね、大体パターンが決まってて、年次有給休暇と就業規則と賃金の5原則これが3大パターンなんですよ。この3つの中の2問ぐらいが答えにしてくるんですよ。だからこの大きい代表伝みたいなところが過去問からずっとそれが続いてるんですよ。昔からそこの大きなこうものがあるんです。だから時間を投入する場所、労働基準を、最初の第1章からこうずっとこうページがあるわけですね。でこれを、
まんべんなくやっていくんではなく、やっぱりこう箇所としてここは試験に出る可能性が高いね、ここは高いねという箇所があるわけです。まあ、例えばこの就業規則だとか有給休暇とか、そうするとここには過去問集がいっぱい出てくるわけです。だからいっぱい問題があるし、いっぱい点数があるから、そうするともともと割り当てられたご自分の中で、労働基準法に関しては10時間ぐらい勉強しよう、この大ばかりね。じゃあその10時間の中で有給休暇とか就業規則にどのぐらい時間を割り当てるかっていうのが試験の勉強なんですよ。お仕事してるから、でカリキュラムの中で進んでいくわけだから、4回の講義でしょ、ということは今日と次回で、その間ずっと土日含めて平日あたりも勉強していくわけでしょ。その1日2時間か3時間ぐらいしか勉強できませんから、あの1日8時間なんてできませんから、そうすると全部集めていくと10時間だか15時間だかそのぐらいの時間になりますよね。そうするとその中で配分的にこの10時間な10時間の中で過去問の問題をどのぐらいの時間取るか、だから過去問から本当はやっていった方が理解は進みます。過去問がどこが出てるかってはっきり分かりますから。それからこの本論のテキストといった時に、全てのことではなくヒントになるのがランキングです。A ランキング、B ランキング、C ランキング、特に A ランキングの中でも AA とかこういうはっきり記号がありますね。ということはここから最受講生ですからね、ここは中上級の授業ですから、ざーっともう一回ゼロから基本の基本からやるぞというよりも A のとこなら A のとこだけをずらーっとやって集中的におやりになったらいかがですか。例えばここら辺りは A のところをおやりになっていただいて、ここ辺りのところ来たら AA もそれから B のところも B のところも AA も B のところもここは徹底的にやっていく、そういうふうにメリハリをしっかりつけられると受験勉強は変わります。老朽法をうって一つ言ってもで得意分野をいくつか、だから時間の投入量イクオール点数です。大体そうです。時間をたくさんここそこに投入したものが点につながってきます。点につながってただ弱いところもどうしても出てきます。はい、そういう労働基準を第4回でやってまいります。ということで、あと収録ですからね、一応原点に戻りながら労基法はお話をしようと思っております。はい、で講座はですね、1回目に65ページ2回目が130ページ3回目が189ページ4回目263ということで65、130、180、263と、あります。で今回このテキストをご覧になって、なんだろうと思ったのが、7割圏外というのが、例えば16ページお分けください。16ページ見ると7割圏外なんてなんか書いてありますね、これね。ざっくり言うと可能性が低いということなんですよ。だったら可能性が低いんだったら蹴飛ばせと私は言いたくなるんだけどね。ご親切に7割圏外だけど、いやけどお前出たらな、出たら困るしなということで、本部の方も制作スタッフも一応保険かけてますね。私分かります。だけどね、思い切ってこの7割圏外合ってますよ。ずっと私全部予習終わってますから合ってますよ。ここね、見なくてもいいですよ。講義の中ではちらっと触れるところは若干あるけども、あまりメインのところではない。はい、メインのところってのはやっぱり条文。そして、ちょっと確認します。今日このこれ収録なんだけど、今日日曜日なんですよ。はい、日曜日だね。で今日多くの方がお見えになったけど、私知らない方が何人かいます。山下さんと初めてだよという人手を挙げてください。あれ1人2人ああ、いらした。このお二人、あなたお二人ね、いい方と出会ったと思ってよ出会いだよ、よく選んだね、いい方と出会ったと思って、そう思ってくればね、この顔がだん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 見たくなるって。だから、ね、そのチャンネルちょっと待てって話してたの。やっぱり顔見てすんけ消そうかなと思うじゃない。僕なんかこうね、公共放送の番組のなんか顔見たらさ、もう顔見た瞬間見たくないようなおじさん出てくるもんね。
もうチャンネル貸そうかなと思ったらさ、少子高齢化とか言い始めるからさ、うーんちょっと面白いななんて思って聞いちゃうよね、はい、だからその全国の方も私の顔を初めて見る方は慣れてください。私は雑談が多い講師です。慣れてください。そして生講座でこう生ってあるライブでね、講座やってるんで、ここは収録してるんで、受験生たちが辛い眠たくなるっていう時も若干あるんですよ。顔見てるとね、目が戦ってる人が出てきます。この方は戦わないんですけどね、この方は戦わないんですよ。ずっと私を見るんですけどね、あの方はもう完全に戦ってね、陥落してます。たまに、もうね昼そうなりますよね、あとねいびきかく人もね何人かいる。あ、いたいたいた。いや最近痩せたからあんまりいびきかかないんだからね、一番前に座っててね、そういう方々と一緒に授業するんです。だからこの辺は皆さんが疲れたなと思ったらちょっとつまらん話を持ってきたりします。え、なんだよ受験に関係ねえじゃねえかお前、そんなしょうもない話するなって、まあまあ言わないで、これ組み立てていきますから、何らか関係ある話をします。はい、まあ、ということで、まず人柄なんて分かるわけがないし、ね、でまあ、講義の進め方だけは一応説明はいたしました。はい、で、まずは目次、私は必ず目次から授業を進めてまいります。でこの目次で何をするかというと組み立てをします。で、過去問に徹底的にこだわりながら、もう一つは条文の番号にこだわるというのも僕の授業のスタイルです。で法律の条文、まあ、私もいろんな書籍っていうのかな、本とか読みましたけど、どうも本当かどうかね、一応学者さんが書いた本なんで間違えてはいないと思うんだけども、もともとギリシャあたりでこのルールを決めるにあたって、ものすごい量が、あったんで、まあ、それを、まあ、ドイツあたり行った時にだん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 法律の条文みたいな形っていうのが作られたそうです。で精密機械みたいなこの1条2条3条というのは組み立てられてます。だからそこまで私たちの試験はね、どうかなと思うけど、やっぱりこの、法律の条文という仕組みにだん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 やっぱり慣れていきましょう。実はそれが、理解をする一番なんですよ。何かというと法律は国会で作るものですよね、皆さんご存知の通り。で国会で作られた法律が一応可決したら、それを施行するにあたって細かなルールを内閣の政令だとか省令だとか施行規則とかそれで決めていくわけですよね。でひとたびこうもう一回過去問というのにこう戻ってみると、選択式の7割から8割は全て法律です。答えを見るとそうなってます。施行規則あんまり多くありません。それから択一に関してもやっぱり7割以上だと思いますけど、やっぱ法律です。ただ行政手引きというのは試験に労働基準法あたりは出てきます。じゃあ判例がガンガン出るかというとそうでもありません。数から来て昨日私のそういう説明をしたんだけども、まあ一定出る可能性はあります。しかしこの試験のコツは48点7点を取れれば合格なんで、そんなに最終的なのを見るぐらいで本論の時にこだわる必要はないと思います。それでも知ってて当然みたいなところを4回編でしっかり復習しましょう。そして組み立て方としては、人と人との人と会社とのルールです。もともと日本の社会ね、今非常にすごいですよね、本当に清潔感もあって街歩いてても綺麗だなと思うし、身なりもそれなりに皆さんきちっとされてるし、なんかダメージジーパンというのがあるのね。私あれ最初見た時にね、どうしたのかな、この人生活に困ってるのかなと思ったんですよ。本当に本当に、だって破れたジーパンとか普通履かねえからね。やっぱ僕子供の頃、僕の年齢でいくとね、それこう着てさ大丈夫かな、この人生活できるのかなと思ったら、あれ今おしゃれなのね。すごい時代だわ。私なんか顔がダメージジーパンになりそうなんだけどね。これもおしゃれなんですか。はい、そのように時と時代が法律を変えていくんですよ。でこの論教は昭和の22年に出来上がったわけですけども、この昭和の22年の論教法はどんな社会だったかということをちょっと若い方々はピンとこないんです。まあ、これは有名な映画がありましてですね、私はこれも実名を出しておりますけども、私の大好きな寅さん、
柴又のを舞台にした、まあ、見たことがあるっていう方が結構いらっしゃるんだけど、その寅さんが最近通じません。知らないもんね、あんまり知らないもんね、ほとんど見えない。この復刻版ができるんだよ、絶対見に行く、絶対行く、うん、第50回目って言ってね、もう前回私は見ております。はい、非常に息の長い、あれ最初5回目で本当は死んじゃったんだよ、テレビでの世界では、あのマムシに食われて、いや本当はね、それで視聴者が寅さん亡くすのは嫌だっつって、なんとかしろっつって、それであの映画で復活したんですよ。ただ昔の古いあの白黒の時に昔見てますから、子供の頃4、5回編だったという記憶にしておりますけどね。あの人はもともとあれでメジャーじゃなくて、あの鉄道の車掌さんとかそういうので、あの非常に人気のあった俳優さんなんですよ。そっちの方がどちらかそう、喜劇なんとかとかね、そっちで私子供の頃いっぱい見てたんだけどね。だからこの昭和の22年に何があったかっていうのは想像しなきゃいけない、若い方は特に。そうすると通達がいっぱい出てくる、その背景を僕は少し脚色します。こんなことがあったんだよって、そうすると深みが見えてきます。それが今でもたくさん残ってます、ルールとして。でこの第一節なんかは、一条で、原則、老朽法、これ一条最低の基準だって書いてありますよ。老朽なんて最低の基準だ、ひとたりの値する。であと労働条件の決定、さあここの決定のことの話をちょっとしましょう。今組み立てていきますからね。で労基の心、労働基準法の心は全て労働者を守る、この一点だということを忘れないように。特に判例あたりを勉強するときには常にその背景に労働者を守るということが必ず後ろにあるよということを理解をしながら判例の条文を読むとよくわかります。いろいろ揉めてても、とにかく過酷な労働、今とまた違うかも分かりませんけどね、今は今でなかなかまた難しいね、あの社会が来ておりますけどね、もともとは工場だとか非常に危険物を扱ったり、こう屋外で荷物を扱ったり、そういうものがいっぱいあったんでしょうけども、労働者をとにかく守ります。はい、その守る、その時に労働条件ってどうやって決定するんだ、こんなところを勉強してますと、なんだか標準家族とかいうのも出てきますもんね。その標準家族ってだなに言ったら、それは憲法に明らかにされております。健康権とか厚生年金とか勉強していくと、健康権では扶養というテーマがあって、それで厚生年金とか勉強していきますと4人世帯をモデルにものを考えてますよね。だから3人目から子どもの金額が下がっていったりしてますよね。だから社会の変容によってこれだってやっぱ変わっていくんですよ。まあ、変わると思いますよ。今4人って言ったら、まあ、普通かもかだけど、子供さん3人って言うとちょっと多いなと思いますよね。子供さん、皆さんのお友達で子供さんが5人いらっしゃるっていうのはなかなか少ないでしょ。私の受講生でね、あの兄弟9人っていうのが若い人だとか言ったよ。うん、だ結婚式全員集まれなかったって。いまだにね、あの会ったことがない人が2人いるとかね。もう結婚して5、6年なんだけどね、9人とかね、珍しいです。私の時は5人4人はいっぱいいました。それが社会の変容なんですよ。そこでですね、老朽を勉強してるとこんがらがってくるのは、今の時代に合わせて全部考えるから、今のコンピューターだとかそのスマホだとかそういうのの時代に合わせてものを考えるから分かんなくなってくる。例えばスマホで持ってて会社からメールがあったら、それは労働時間かって質問されたことがあります。電話かかってきたね、これ労働時間か、そんなことは昭和の22年には考えてません。うん、そもそもね、スマホが出来上がったのメールっていうのを初めて世の中に、まあ、70、95年ぐらいにメールっていうのが始まったんですよ。私その当時の方はこの中何人もいますけど、絶対に同じことやってます。メールを出してずっとパソコンの前で返事を待つ、来ない、イライラする、だから電話をしたって、ねえメール出したんだけど届いたってやったことあります？あります？あります？
あります？これ、ね、僕の世代だとみんなあるんですよ。届いたかどうか心配だ。機械を信用してないわけ。こんなな、そういう社会ということは、今ね、いろんな情報が肩の中でいろんなものが来る中で、どこが労働時間なのか、これ原点見るしかないです。限定でこの労働時間かどうか、労働の対象になるかどうかです。で、場合によっちゃそのメールとで労働時間ですよ。私はそういうふうに思います。それはどこに書いてあるかと、みんな根底の条文に書いてあるだけです。はい、だこういうね、人様と契約をするとき、とにかく労働者を不利益にしない、そして一般法の民法というところでは契約という条項がある、人は毎日契約をしてます。電車に乗るのも食事をするのも買い物もすべて契約でございます。はい、売買契約だとかね、しております。はい、その契約の自由という考え方があるんだけど、ここに歯止めをします。労働基準法という法律で歯止めをします。そして歯止めをして、この労働者を守ります。会社側、使用者に罰則をかけます。はい、そして最低基準ということで、この1条から最後の条文まで最低基準ですよということで、ずっと展開をしてまいります。で、本来は個々の労働契約です。ただ労働契約個々ですけども、この労働者の契約の内容が一人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 バラバラであって、ちょっと集団になってくると都合が来るぐらいなので、これが10人ぐらいになったら就業規則っていうのを作れという後ろの方の展開が始まります。そして労働者一人と契約を、約束をと結ぶと、どうしても労働者が弱くなる、立場的に弱くなる。そこで他の労働者がいっぱい入ってきたら、一つの団が出来上がる、集団の団って言うんですね、これ団。はい、でこの団が出来上がったら、団体を、都道府県へ行って組合認証してもらいます。法人を有します。法人格をで組合認証していただいたら、これが会社と、今度は交渉します。で一つの団ができて交渉するから団体交渉で、その団体交渉の結果生まれたのが労働協約。そうすると労働基準法という法律がここにあって、その次にこの組合が絡んだ労働協約、法的な効力があり、そして10人以上になったら作れる就業規則、そして個々の労働契約、この順番で法律行為を判断するんですよというのが、こういう相続出てくるわけです。だ相続はね、土台の土台だから、時間をかけて少し勉強した方がいい。で一問はやっぱり出る可能性あるんですよ、一問は。はい、でこういうのが昔の心をずっと使ってるわけですね。均等、同一、共生、中間、公民権、公保障で、適用事業関係は、この授業で説明します。そしてこの第一章のこれ全体が心ですよ、労働基準法の、土台になるところですよ。はい、その中で今度は特化して第二章労働契約、ここに来たわけですね。ここが第二章というところ、この契約なんだけど、いろんな契約の中において労働者を守るという概念の中で、やっぱり大事なことは労働条件の明示、これが例えばどこで働くだとか、どういう給与の計算をするだとか、そういう毎日毎日大事な日々のことですからね、そういう大事なことを労働契約ではしっかり最低の基準を作りますよ、これを絶対的明示事項と言います。絶対的明示事項、まあ、それ退職金とかはないけども、そういうもし払う、ね、いいルールがあるんだったらそれも乗っけといてくださいよ。だから相対的明示事項と言います。だこの契約で、わざわざ本来は個人的にお互いが納得すればいいわけ。そうすると、はい、山下さんはこんなドラマを展開するんですね。で特に今日お二人の方、あちらとあちら、後でちょっと感想を聞かせて。他はねちょっともうネタバレバレなのよ。もうこの方なんかもう10回ぐらい聞いてるからさ、もうなんか喋りづらくてしゃあないんだけどね。まあ、ちょっと私寸劇するんで、ちょっとお付き合いしてください。これがなかったら山さんの講義じゃないんですよ。人の講義になっちゃうからね。はい。はあ、腹減ったな。何これ。1500円しかねえや。牛丼屋さん行って、
まあ、夜どうするこれ。腹減ったな。うん？人を募集？え？ラーメンなんとか？募集してんの？あ、急募？それしか書いてない。それしか書いてない。人を募集。ああ、雇ってくれるんだ。ガラ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 。あらっしゃい。お客さん何する？人を募集するって書いてあるんで、ね、働きたいの？え、働くっていうか一応 やろうかなと思って、あ、来た来た、はい、早く早く、忙しいんだ忙しいんだ、早く。何するんですか？いやいや、あのエプロンして、エプロン。え、何する？皿洗いな、皿。皿ですか？今働くって早く、もう忙しいのよ、早く。わかりました。腹。あれ、俺いくらもらえるのかな？でいつまで皿洗うかな、なんだかよくわからん。でももう皿洗ってる。ああ悪かったな、いや忙しかったんだよ。もう今ピークやっと終わったから。うん、あんた名前何？え、山下と申します。ああそう、ちょっとじゃあ座んな、いろいろ話しよう。うん、それでさ、俺揉め事とか嫌いなんで、俺嘘つかない人間だからさ、はっきりあの約束しとくから、約束だからしっかりお互い守ろうね。怒りました。それでさ、言いにくいんだけど、うち給料少ねえんだよ、あんまり時給高くないんだけど、いやいくらでもいいです、もう働ける場所があればもう別にもうそんな言いませんから。いいね、いくらでもいいの？一応ね、500円が時給なんだけど大丈夫？500円もいただけるんですか？いやーたーこれた、まかない付き？いやー最高、もう社長頑張りますよ。500円。それでね、うち忙しい時10時間ぐらい働いてもらうんだけど、体力だけは自信があるんです。先祖伝来ね、体だけ丈夫でございますから、10時間だろうが12時間だろうが、はい、ね、もうどうぞご自由に使ってくださいよ。はい、いいね君ね、はい、じゃあまああと1週間に1回休みじゃない時もあるけど、いい？何でもいいんです社長、もう私を自由に使ってください。契約した、あった、じゃあ約束しよう、はい、じゃあもう今日から働いて明日も頑張って、何時に来てね。さあ1ヶ月経った、お給料の締めが来た。はい、はい、お給料足らない。社長、何ですか？給料が足らないんですけど。え、いや、タイムカードの全部時間集めて、それで500円かけてちょっと払ったよ。タイムカードの数字が全部そうなってるよ。ここ足らないの？足らないんですよ。なんで？いや、この地区ですね、500円じゃないんですよ。何？最低賃金法という法律があるんですよ。なんじゃそら。いやいや、最低賃金で都道府県時間単位でいくらいくらってルールがあるんですよ。それどうなの？これ800円なんですよ。いきなり800円？そうなの？ちょっとこれ見てくださいよ、ホームページ。そうだ、800円と書いてある。知らなかったよ俺。いやいや、知らないことはよくありますから、最初気にしないで、ね、世の中っていろいろあるんだから。じゃあ俺800円払わなきゃいけないの？一応そういうルールなんですよ。いや、そう、じゃあちょっと待ってやんな、計算するから。はいはいはい、社長まだ足らないんですけど。え、だって800円ですから全部計算し終わったよ。夜の10時以降に働いてるんですけど。だからうちは夜中はお客さんいっぱい来るからな、うん、夜働いて何がいけないの？もともとのお給料に対し 25% というルールがあって、深夜なんかも割増っていうのが出てくるんですよ。はあ、いや、それだけじゃないです。1週間に1回お休みはいただいてるっていうのが普通なんだけど、その休みすら私はいただいておりません。その日も働いております。その場合は休日出勤ということで5割増しです。なおかつ深夜まで働いてるんで 75% 増しになります。お前な、男と男の約束、最初俺は嘘つかないって言ったよ。嘘つかないって言ったのに、何が800円、何が 25%、 何が休日労働、おめえなんかもう帰れ、出て行け。すいません、それは解雇ですか？クビだ。30日前の予告手当っていうのが必要になるんです。
平均賃金のその30日分もいただけませんか。さあどっちが悪いのかね。え、どう、労働者が悪いの、それとも、会社が悪いの。どっちも悪くないのよ。ルールを知らないだけなのよ。だからお互いルールを知ってればこの問題はほとんど解決できるわけ。つまり労働の対象っていうのは時間に合わせてお金を払うことなんです。これが基本的な考え方なんです。まあ、コープルはちょっと違うけどね。でそのルールに基づいてしっかりと払ってれば金銭上のトラブルは出てこないんです。そうするとね、労働問題のね、7割は解決します。3割はちょっと他のいろんな部分があるのね。その根底のところをこの労働契約の時に絶対的明示項でしっかり確認しましょうっていう考え方なんですよ。だからもう知らない事業所なんかいっぱいあるの。だから皆さんのお仕事の場所が増えるの。皆さんが資格をお取りになるとね、多分周りがガラッと変わりますからね。そう言われてます。僕は昨日の人にそう言いました。それとあの銀行かなんか勤めてるみたいだけどね、あなたがこの資格を取った瞬間にね、あの多分周りの評価が変わりますよって。あの受けてるって言うとね、受けてるななんですよ。で合格しちゃったって言うと評価って変わるんですよ。そういう、だからみんな知らないし興味はある、はい、そのルールを明確にするのがこの第2章なんですね。労働契約